キチャンネル。んじょん。こんにちは。さあ今日はですね、はい、プロ野球選手が誰でも通る道、うん、はい、セカンドキャリア問題です。はい。袴田さんもでもセカンドキャリアでしょ。今。いやこうセカンドキャリアって。アナウンサーはセカンドキャリアあるんですか。野球選手はこう引退っていうのが綺麗にあるじゃないですか。でも野球選手は基本さ辞めさせられるやん。はい。自主退社でしょ。アナウンサーで辞めさせられる人もいるか。なんか部署移動でアナウンサーやりたかったのに広報に移動したりとか、はい、いろんなところに移動させられて、っていうのもあります、ね、で辞めてフリーになるみたいなね、はい、まあ、あるけど基本的にはクビになることないでしょ、うん、ないですないです基本的には。でも野球選手は現役を引退じゃないですか、うん、アナウンサー私は局を退社しましたけど引退じゃないじゃないですか。うん、まあそうだね。はい。なのででもどう辞めるときどうするの。何ヶ月前とかに言わなきゃいけないの。私も半年前に言いました、はい、今はさ、はい、プロ野球のセカンドキャリア、うん、2021年度現役選手プロ野球選手へのアンケートっていうのをね、はい、だから昨年のフェニックスリーグで12球団の選手に対して引退後のセカンドキャリアに関するアンケートを実施して、はい、その結果をね、うん、NPB が公式で出してる、はい、でここでよ、うん、まあ、調査対象が平均年齢 22.7 歳、18歳から22歳までが105人、うん、56.5%、はい、で23歳から26歳まで60人、うん、で27歳から30人まで21人、うん、で31歳以上は0人、はい、だからフェニックスリーグに行ってる選手だから、まあ、若手じゃんね、うんうん、入団前の経歴が 57% が高校生、はい、で大学生が 31%、 社会人が 5%、はい、で回答者平均年俸が625万円、うんうん、で、独身が84%、まあでね、既婚者はまあ 15%、はい、っていうところでアンケート調査をして、うん、引退後、はい、どのような仕事をしてみたいかやってみたいかの回答割合で、はい、1位、はい、当てる当てる、うん、なんですか。そりゃ、うん、そりゃやっぱりプロ野球解説者じゃないですか。1位は違います。あ、違うんですか、うん、じゃあ YouTuber。 1位は会社経営者です。ああ、そういうことか。なめんなって思うね。まあ起業するってことですかね。いや思わん。 20% の人間が会社経営者に引退後、はいはい、なりたいと思ってるんだよ、はい、って思わへん、うん、まあまあまあそういう意見があるのは別にあれだけど、はい、20% 一番多いのが会社経営者よ、はい、会社経営するの、うん、そんなに簡単ですかっていう。そうですね、ちょっと社会知らなさすぎるんちゃうかと思ったね。うーん、さすがに。まあまあまあ。で2位がね、はい、高校野球の指導者 18.3%、はい、まあ別にね、まあ、それはいいと思う。そうそうそう、まあ、まあ分かるねみたいな、はい、で3位が一般企業に就職会社員、はい、まあまあまあ、はい、いいよね。でその次が12球団のスカウトスカウト、だから裏方さん、はい、それ以下2つがスコアラーとか営業担当球団職員、だからまあいわば球団に残りたいってことだよね、はい、え、解説者って入ってないんですか。解説者になりたくてもなれないから。だからなりたいと思ってる人いないんですか、ね、うん、だから想像にならないと思うよ。へえ。でも、まあ、もちろんね、引退後の生活に不安がある人っていうのは 66% 不安がある、はい、まあまあ、うんうん、で不安要素は何かっていうと、うん、まあ進路ね、引退してもやっていけるかどうかっていうのが 82%、うん、あと収入面、はい、生活していけるかどうかっていうところが 53%、 これ複数回答ありだからね、うん、で野球を離れること、やりがいの喪失か、うん、まあ今まで野球しかしてこなかったからね、はい、であとは世間体、親戚や友人などの反応っていうところがね、うん、不安要素、うん、で引退後の進路について考えてる人が、考えてる人は 6.5%、はい、で考え なんとなく考えてるが 48%、うん、だまあ、なんとなく考えてるまで入れると考えてる人がまあ約5割、うん、その他の5割が考えてない、まあ、だから半々だね、はい、うん、でどのような仕事をやってみたいかっていうところで1位がね、その会社経営者に、はい、なんだけども、プロ野球解説者はね 7.5% やってみたい、で興味があるが 8.6%、であんまりやりたくない 26%、 やりたくないが 51.6%、 で要は半分がやりたくないと思ってる、はい、やりたくないじゃなくてできないと思ってる。そんな一番ハードル高いよ多分、はい、まあまあそうですね、うん、結果残せないとって、うん、そうそう、でやってみたい仕事が会社経営者、独立起業なのよ、はい、20%、うん、でも2020年、去年も会社経営者独立が起業が
16.3% 1位なんだ。へー、だから2年連続会社経営者が1位なんだって、うん、すごくない？そうですね。で、会社経営者ってなってきたのが、うん、2019年から会社経営者が1位になってる、うん、でそれまでは2018年は一般企業会社員、はい、2017年は高校野球の指導者、うん、で16年、15年、14年、13年が高校野球の指導者、うん、で12年がプロ野球の指導者、はい、最近この3年が会社経営者が1位、その他はまあ高校野球、大学野球、社会人、プロ野球とかのコーチ、うん、裏方っていうところがもうほぼほぼ、うん、であとはまあ教員免許取るとかね、そういう人もいますよね。そういう人も改めて学校に入り直して教員免許を取るっていう方もいますよね。いるんだけども、うん、まあ、ほぼほぼが、まあ、高校大学社会人っていうところの野球関連、うん、だけども最近1位が会社経営者だって。へえ、何の会社を経営するんですかね。まあ、それは皆さんのその好みによるでしょうけど、でも、うん、危ないよね。まだリスクはありますよね。そもそも、うん、か何の会社経営するんだろう、うん、そんな企業って簡単じゃないのよね、はい、今韓国ドラマのスタートアップっていう、うん、起業をするのにこう、うんうん、苦悩する若者たちのドラマ見てるんですけど、結構大変そうですよ。投資してくれる人がいないとか、いやめっちゃ大変だから、多分その中で、うん、まあ、一つ理解できるのが、はい、多分だけど、はい、人に雇われたくないと思ってるかもしれない。ああ、それ自分の思い通りに自由にやりたいって思ってる。そうそう、だからまあいわば、まあ、俺もそうなんだけども、うん、まあ、まずあのスポーツアスリートのトップで、まあ、活躍してる、あとプロをする人たちっていうのは、はい、うん、今まで自分のやりたいことしかやってきてないから、うん、何かを制限されたりとか、やりたくないこともやらされたりとか、はい、まあ、もちろん練習の中でやりたくないこともやらされるわけけども、うん、根本的なことはやりたい中じゃんね。自分がやりたい野球をやってるわけですからね。そうそう、だからそういうところの社会に入ったことないし、はい、そういう生活したことないから、起業したりとか独立して会社経営して、はい、自分の思い通りの誰かに指図されることもなく生きていきたいっていう概念がここにしてるかもわかんないね。そうですね、多分ね、うん、そのこれしかないのよ全体のアンケートの中だったら、うん、チームに残るのは嫌やな、うん、不安定すぎると、まあ、俺はよく言ってるけどね、はい、うん、不安定すぎるってなった時に、じゃあ外出るってなって、うん、誰かに使われないってなったら、うん、もう飲食店 か、うん、だから飲食店のことかも分かんないけどね。あ、それも企業に入るんじゃないですか。そうそうそう、自分で経営するっていう。だから10年前のアンケートは、うん、飲食店っていうのが5位ぐらいに入った、はい、へえ、多分飲食店っていうのも多分入るんだと思うんだけども、うん、はい、まあ、そういう企業独立になるけども、うん、俺がもうあのロッテ生え抜きのロッテ OB で10年以上飲食店で成功した人、俺が一緒にプレーした人だったら1人しかいない、はい、俺の知ってる中で、はい、もう16年間いてよ、はい、1人、うん、10年以上、はい、あの和田さんっていう、はい、今はあの高台高陵の野球部の監督になっちゃったから、はい、そのあの宮松坂上に青学の近くにあったの、はい、そこのご飯屋さんあったんだけども、うん、それを監督になるから閉めて、はい、もうそっちに専念してんだけども、だからそこしか知らないの。一個飲食店も難しいですね。 ほぼほぼ作ってはなくなって作ってはなくなってみたいな感じで、うん、長く続かないじゃんね、はい、だからそういった意味では、うん、まあ俺はもう本当に一般就職が一番いいと思ってるけども、うん、まあまあちょっとまだ視野広げていかないといけないね。そうですね。でも本当にあのセカンドキャリアって難しいですね、野球選手も。いやでも俺はそんなに難しくないと思ってるんだよ、うん、それ何が一番難しいかっていうと、はい、今までは好きなことしてじゃあ平均年俸回答者600万ぐらいだったけど、はい、好きなことして600万もらえてたわけじゃんね。まあそうですね。そんな仕事ないからね。確かになかなかないですね。600万もらえないからね、うんうん、もう今平均年収200万とか言われてる時代、下手したら、まあ、そうですね、400万とかね、うん、そ平均はもっと低いか。そうそうそう、うん、あのもう年収200万時代って言われてるんだよ、もう今森永卓郎さんが出してる本で。そうなんですか。そう、300万時代って、その要は物価が上がってるけど、はい、だから要は1万円の価値が、うん、昔の300万円の価値が今は200万って、はい、って言ってるんだ、うん、だから同じだって買えないからね。そうですね、うんうん、っていうところで、うん、そう600万稼げないからね、何の知識も技術もなかったらね、はい、ってなった時に要はあ、こんだけフルタイムでこんだけ仕事してこんだけなのっていう、うん、それに多分我慢できない。あ、したことないしね、はい、俺はもう
一般就職が一番絶対いいよって思ってんだけども、うんうん、なかなか多分それに耐えられないから、うん、そういう風なアンケート答えになっていくんだと思う、うん、そうですね、一番最高なのは、うん、もう俺が最近見た中でも一番最高なのは、うん、占領下になって社会人野球チームに行く、はい、でそのままその企業で正社員、はい、これが多分一番幸せだと思う。だからロッテには金森とかも、はい、今あのパナソニックで選手で行って、うん、そのまま今ヘッドコーチかな、うん、なんかやってんだけども、はい、もうパナソニックの正社員なの。へえ、いいですね。で その DeNA にもいた田中っていうやつも、はい、もう今はコーチじゃなくなったんだけども、うん、そのパナソニックの正社員で入れる。へえ、大企業 その正社員で入れるわけよ、はい、まあね、うん、どこの大企業でももう終身雇用じゃないけども、はい、やっぱりその入り口としては入りやすいじゃんね、うん、そんななかなか中途採用でお願いしますって言って、うん、なかなかそんなね大企業に日本生命とかもそうだし、うん、入って行きづらいじゃんね、はい、俺はもうそれが一番いいかなって思うんだけども、うん、まあ、それができなくても一般就職がいいかなっていうね、うん、だからもうちょっと考えをみんな改めて勉強していかないと、うん、はい、それが一番のセカンドキャリアのネックだと思う。でもこう今からまだ一軍で頑張るぞっていう子たちがなかなかそんな引退した後のことを考えてより今やっぱ目先のことを頑張ってほしいですけどね。それは言うのよみんな、うん、引退後のことなんて考えてるやつが一流なんないぞって、うん、そんな気しますけどね。やっぱ一流選手になること、そうやって言ってる人が本当に一流なのかって俺いつも思ってるんだよね。そんな俺だってもう1年目の最初から10万円積み立て定期やってたんだよ。へえ。で5年でクビになっても600万あるじゃん、はい、600万円を元手にもう一回大学で勉強しに行ってもいいし、うん、次の仕事に向けて生活の足しにしてもいいし、うん、もしくは資格取りに行ってもいいし、うん、っていうのでまあ5年でクビになっても600万あるように貯金してきて、うん、まあ、これでなんとか背に腹は変えないかお金だけあればいけるやろって言って貯金してきたわけ、うん、あ、まあ、確かに何をするは決めなくても貯金は大事ですね。そうだからそういうふうにお金を、ね、うん、余ったら貯めようはたまんないから、はい、もう最初から引き落としの定期にして貯めていけば何、うん、かあった時に困らないじゃん、うん、はい、だからその勉強するとか資格取るか知識取るっていうのを現役時代からやっておく必要はないかもわかんないけども、はい、やっぱお金の危機はしといた方が絶対いいよね。貯金はしといた方がいいです、うん、そしたらいきなり何するにしてもやりやすいじゃんね、うん、はい、あとはその時収入なかったとしても、うん、そのお金でなんとか勉強ね、うん、高校教員になるにも通わなきゃいけないからね、はい、でそこでバイトしてるよりも勉強しなきゃいけなくなった時に生活費の足しになることもできるし、はい、そういった面では、まあそのね、今一番やらなきゃいけないのはやっぱ貯蓄よ。いやそれは私もすごい実感して、退社してフリーになる時ってやっぱ仕事がじゃあ続いてあるかって分かんないじゃないですか、うんうんうん、やっぱり私もめっちゃ貯金してました、うんうん、だからもし仕事がなくても、あ、何年か生きていけるなっていう安心感があった頃こそ不利なかもしれないです。だからそのね、セカンドギアは会社経営でも企業でも何でもいいけども、はい、何かをねしたい、もしくは何かそういう方向に進みたいって言った時に、うん、結局最後大事になるのはお金だから、 そうですね、そういった意味では、うん、そういったところに進めるように貯蓄を今すぐ月10万円やった方がいいですよっていうことです。若手の選手たちがこれを、ね、はい、見て実践していただいて、そうそうそう、あと本当にね、うん、引退した時に分かる、はい、会社経営がどれだけ大変かっていうのは